昔出会った友人たち、再びあの日のような対局をすることなどあるのだろうか、あの楽園で。またあの夢を見た。何度も繰り返し見たあの夢を。夢の中で友人たちと過ごす時間は、まるで昨夜の出来事のように鮮明だけど、目が覚めるとその風景はすぐおぼろげになってしまう。けれどこのカルタが夢が夢でないことを教えてくれる。空一面に輝く花火が上がる楽園が、友人たちと過ごした時間が確かに存在していたこと。カルタを見つけた瞬間、私には旅に出る理由ができた。確かめたかったんだ。子供の頃の私があの場所でどんな時間を送っていたのかを。妖怪たちだけの楽園、蜃気楼。友人たちと出会った秘境。人間である私はもう一度あの場所までたどり着くことができるのだろうか。もう一度彼らと出会うことができるのだろうか。その答えをこのカルタは教えてくれるだろうか。この景色を目にした時、私はようやく思い出した。彼らと一緒に過ごした素敵な時間を。もしもう一度出会うことができるなら、もう一度一緒に遊ぶことができるなら、もう一度カルタの腕を競い合い、悩みさえ忘れるほど熱中できるなら、一日くらい妖怪になってみてもいいかもしれない。